あの鬼神兵は。やっぱりあれはフィオルンなんだ。モナドを受け継ぐ少年、会えました。フィオルン、フィオルン、それが私の名前。あなたは私を、この体を知っているのですか。やっぱり僕たちのことを忘れてしまったのか。でもフィオルン、ここには君のたった一人の家族が、ダンバンさんもいるんだよ。家族、そのようなものが。モナドを持つ者よ、私はあなた方に話さなければ。フィオルン、何？またあいつか。父上を殺した騎士兵、あの野郎、そこからどけ。おっと、おとなしくしてくれよ。手が滑ったらまた貫いちまうぜ。卑怯な。さあ、状況が理解できたらその武装なもんを渡してもらおうか。お前らを引き裂いてから取り上げてもいいんだが、楽ができるに越したことはないんでな。分かった。その代わり、すぐにフィオルンから離れてくれ。素直だね。そういうの好きだぜ、シュルーク。お前は。よー、久しぶりだな。あいつは。ムムか。まさかとは思っていたが、全てお前だったのか。やっぱ物騒だよな、モナドってもんは。よ、小僧、てめえのモナドどう変わったのか、ちゃんと理解してんのか。そこまでやるか。俺たち生かすためには人殺しも辞さないってか。どの口がそれを言う。なぜ騎士兵に着いた。なぜコロニー9を焼き尽くした。ムムか。決まっている、貴様の故郷だからよ。貴様。動くんじゃねえ。こいつは遠隔操作できるんだ。こいつの喉をかき切ってやってもいいんだぜ。さてどうしてくれようかね。這いつくばって命乞いだけじゃつまんねえよな。好きになると思うな。この小娘が。昔だな、ムムカ。もう逃さん。